皆様おはようございます。記者の皆様にはお集まりいただきましたが、定刻ですので、これより、7月の別で市長記者会見を始めさせていただきます。なお、手話の方は渡辺博の、それから青山典子で対応いたします。よろしくお願いします。それでは、品川市長、よろしくお願いします。おはようございます。お集まりいただきましてありがとうございます。台風また第12号がですね、近づく模様でございまして、今度は太平洋の方から日本海に抜けるようなで、契約を結んでおります。ウェザーニュースの情報によりますと、今月29日の3時にはこれ見ますと群馬県あたりに上陸というようなことでございますので、その日に備えまして、十分な体制で臨みたいと思っております。それではお配りしている資料に基づいてお話をさせていただきます。まず平成30年7月の豪雨対策災害に対する支援についてでございますが、7月豪雨災害につきましては西日本で、特にお亡くなりの方も多数おられますし、また今なお被災をされている状況でございますので、ご冥福をお祈りするとともにお見舞い申し上げたいと思います。で、本市のこれまでの被災地に対する支援でございますが、これは全部全国市長会のですね、この災害対策のネットワーク出ておりまして、その連絡をもとにですね、公認審の役割を果たしているところでございますが、資料1をご覧いただきたいと思います。まず人的支援につきましては、国県等からの要請を受けまして、福島県災害時健康支援活動マニュアルに基づきまして、平成30年今年の7月16日から7月22日まで2人の職員を倉敷市に、これは倉敷もですね、倉敷に派遣するようにという指示によりまして伺わせていただきまして、避難所での健康相談、感染症予防業務等を実施してに参加させていただいたところがございます。さらに中核市災害総合応援協定に基づきまして、7月23日から倉敷市のマービーふれあいセンターに設置されました災害ごみ集積所における支援のため、2名の職員を派遣し、車両誘導や市民の方の廃棄物処理等の業務を実施しておりまして、引き続き8月31日までの職員を派遣する予定でございます。次に義援金についてでございますが、被災された方々にいささかでもお役に立てばということで、平成30年7月10日から市役所本庁舎、各行政センターなど20箇所に募金箱を設置いたしております。この募金箱につきましては8月10日まで設置しておく予定でございますので、国県それから関係団体と十分連携を取りながら、お役に立つ支援をさせていただきたいと思っております。なお今日午後ですね、第一次先遣隊で行ってました2人の職員保健師さん戻っておられますので、現地の模様を伺いまして、そして今後何を我々すべきか、さらなる検討の材料にしてまいりたいと思っております。次にですね、かねて継続しております平成30年次はため池放射性物質対策事業でございますが、平成30年度から2カ年計画で実施いたしますため池放射性物質対策事業についてご説明申し上げます。お手元の資料にをご覧いただきたいと思います。地図に示しておりますように番号6から12までの市街地にあるため池7カ所のうち、郡山市が施工する五百淵、宝沢沼、上下ですね、前方池の5カ所の受注者が本年6月28日に表の示している表の1の通り決定いたしました。これを受けまして昨日24日に
五百部地に隣接する10の町内会長とさん方に、野鳥の森学習館に、お集まりいただきまして、事業概要と説明会をさせていただきました。また来たる30日にはですね、宝沢沼上野池上下ですね、前方池の隣接されます19の町内会長さんを対象に福山行政センターにおいて事業概要を説明させていただく予定になっています。なお説明会終了後はですね、今申し上げた沼に近隣いたします全体で3887世帯の方々に周知分を配属することにしてあります。これによりまして、市街地にあるですね、対策が必要な12箇所のすべてのため池に着手したこととなるものでございます。なお市街地以外にあります69箇所のため池につきましては、濃度分布調査や対策工法の検討の詳細調査について本年6月19日に契約を締結したところでございまして、その調査結果に基づきまして今後の対応を決定してまいるところでございます。なお中間貯蔵施設への輸送に備えた積み込み場につきましても平成30年度内に福山町福原地域、これは平成記念郡山子どもの森公園西にあります一遊地および田村町金沢地内、これは郡山市東部森林公園が当たりますが、この2箇所に整備を進めてまいります。次は話題変わりまして、いろんなメディア、SNS を通じましてですね、さまざまな、それを使ったいろんな施策を進めていくプロジェクトについてご説明申し上げます。まず郡山産業クラウドファンディングの実施でございます。このクラウドは L の方じゃなくて、R ですね、多くの皆さんからファンディングいただくということでございまして、ご案内 ご説明申し上げるもなく、インターネット上にプロジェクトを掲載いたしまして、これに賛同いただく方から資金を、投資と言いましょうか、出資いただきまして、サービスを開始する、スタートアップの資金的な調達手段として、すでに活用されておりまして、本市でもですね、郡山市内のさまざまなスタートアップ企業、あるいは新商品、あるいはイベントについてですね、全国からファンディングできますように、日本最大のクラウドファンディングサービスをすでに実施しておられます Ready4 ですね、発音悪くてすみません、 L の方じゃなくて R の方の、Ready 準備 OK という意味でしょうか、 Ready4 株式会社と連携いたしまして、郡山産業クラウドファンディングを実施いたします。で、若干の、セミナーと言いましょうか、説明会をしますので、8月9日にですね、詳しく、市内の、産業界あるいはスタートアップを採用されるような方に、8月9日6時半からこの市役所の特別会議室で、セミナーを開く予定でおります。またプロジェクトの実行者が Ready4 株式会社に支払う手数料に対する助成も実施しまして、創業の活性化に努めてまいりたいと存じます。このテーマの趣旨からしまして、紙でですね、皆さんに説明するように、実際どんなふうになるのかですね、次 の SNS フォトプロジェクトも含めましてですね、まとめてこのパネルで見ていただくようにしたいと思います。私の口頭の説明、次も引き続きさせていただきます。次は資料4でございますが、郡山 SNS フォトプロジェクト事業でございます。これは市民の皆さんが、自ら郡山の風景あるいは
いろんな行事等について SNS 発信をしていただきまして、まあ、ビデオジャーナリストという言葉が昔ありましたけれども、これからは市民の皆さんにいわばネットジャーナリストになっていただいて、全国あるいは世界に発信いただこうというものでございます。具体的には市民とですね、市民の皆さんと首都圏の写真愛好家が市内の名所観光地などを一緒に巡っていただいてですね、その交流の中で学んだ技術を生かしながら郡山の新たな魅力を引き出し情報発信していくフォト交流やフィールドワークを実施いたしまして、でこの中で生み出されました写真や活動記録をフリーペーパーなどに掲載しますクロスメディア発信を行いまして、観光 PR と合わせまして市民自ら発信していく活動を広くしていただくことで、さらなる情報発信への、まあ、動機づけといいましょうか、あるいは、うん、今流行り言葉でございますが、シビックプライド、市民としての我が町、オラガ町の誇りと自慢というものを、まあ、市民の間でおのずと、生じていくような一つのきっかけにしたいと思っております。でこのスタートアッププロジェクトとしまして、プロの講師から撮影技術や SNS への掲載方法をちょっと習得していただく SNS 発信セミナーを8月26日に市役所において開催いたします。なお今年度郡山市観光協会におかれましても SNS を通じて市の魅力を継続的に発信していただける方を募集しまして、発信力の強化を図ることを目的といたしました SNS アンバサダー事業を進めて おられますので、観光協会とも連携しながらこのプロジェクトを推進してまいりたいと思います。それから追加なんでございますが、スマホアプリでのお問い合わせに AI が回答します。これも報道資料をお詳しくございますが、アプリケーションにマイダイズっていうんでしょうか、デイズっていうんでしょうか、これはドコモさんのアプリケーションでございますが、これを使ってですね、いろんな市民の皆さんと市民のサービスについて、よくある質問について AI で、お答えするサービスを、7月27日今週の金曜日から、開始させていただく予定になっております。でこれどんなものというのはドコモさんのウェブサイトをお付けしておりますが、ここで詳細知っていただくことが可能でございます。でそれでは私からの紙に基づく口頭説明は以上にいたしまして、じゃあクラウドファンディングレディフォーさんによるサービスのご紹介と、それから郡山 SNS フォトプロジェクト事業についてちょっとこの画面を通じてご説明をさせていただきますので、じゃあはい、お願いします。産業観光部の藤橋でございます。画面で実際にどのような形でクラウドファンディングが進められるのかであったり、あと SNS のフォトプロジェクトがどういうふうな、活動に結びつくのかといった関係について簡単にご説明をさせていただきたいと思います。まず、次お願いします。まずは、資金調達の、事例について少しご紹介をさせていただきたいと思います。こちらのスライドはですね、浪江町においてゲストハウスの開業資金として、160万円を調達した、目標額は80万円だったんですが、60万円を調達したという事例になります。次お願いします。こちらはですね、日本松で作られたワインを増産するために、まあ、その設備の関係の、購入のために245万円を調達したという事例になります。こちらは川内生まれで開催された秋祭り、それに対して目標額100万に対して116万円の、資金を調達した事例です。次がですね、これ東京日本商企業なんですが、女性の体に優しいヒールパンプス、これを開発してブランドを立ち上げるということで、目標50万円に対して200万円を調達したという事例です。
で、最後に、こちらは長崎市の自然食のテイクアウト専門店のため、専門店を出店するために、目標100万円に対して215万円を調達したという事例でございますが、こうした、事例がですね、委託をいたしましたエディコ株式会社における、これまでの資金調達の事例の一部でございます。次お願いします。続いて、このクラウドファンディングサービスに関する資金の流れについて少しご説明をさせていただきたいと思いますが、まあ、パソコンの画面を例にとりますと、まずは、委託先において、産業クラウドファンディングに関する特設サイト、先ほどからご覧いただいているような特設サイトを、まず作成することになります。そして、その特設サイトに募集したプロジェクトがこのような形で掲載されるということになります。次お願いします。こう画面をスクロールしていきますと、このような形でですね、そのそれぞれのプロジェクトの詳細がこれで見て取れるという形になりますね。で、次お願いします。で、これ3つ画像が出ておりますが、これは、それぞれ、金額に応じたリターンについてコース設定があります。例えばなんですが、こちらであれば1万円の、投資に対してアロハシャツ1枚がリターンとしてもらっている。こちらは1万6千円の投資に対して大人と子供の、子供のペアのアロハシャツがもらっている。まあ、これ事業がアロハシャツのプロジェクトなわけなんですが、でこちらは4万円に対して、5枚のアルファシャツが戻ってくるというようなリターンの形になっております。でこうしたリターンのコースをクリックしますと、カード決済の画面になります。次お願いします。こうした形でのカード決済の画面になりまして、これでカード決済で投資をすると出資をするというような形になります。次をお願いいたします。この今回委託をしましたレディフォー株式会社のクラウドファンディングサービスにおきましては、資金調達の方法としては、オールオアナッシングということで、目標金額が設定されておりまして、その目標金額に、到達した場合には、その資金をプロジェクトの実行者が受けられる。もし、到達しない場合には、そのプロジェクトについては資金を受け取ることができないので、先ほどカードで決済した方々に対しては資金、カード決済が、その、目標額に達しない場合にはカード決済になりませんので、そういった、資金は、流れないという形になります。次お願いします。で、目標額を達成したプロジェクトについては、そのプロジェクトで集めた資金のうちの 17% が、手数料ということで差し引き、そのランクをプロジェクトの実行者が受け取ることになるんですが、今回うちの方で、事業としてやっておりますのは、その手数料分についての補助制度を設けたというところがうちの事業でございます。これが、クラウドファンディングについてのこうイメージということでの説明となっております。次に、SNS フォトプロジェクトについては、先ほどありましたが、CMS という、企業さんで、全国で、ね、このフォトプロジェクトの関係、こういった写真を使った SNS の発信、情報発信ということで大きな実績のある会社でございます。でこちらの会社の、事例をちょっと紹介したいと思いますが、次お願いします。でこちらはアメージング富山ということで、写真部というような形で、小豆島であったり、全国各地にこういった写真部を作っていますね。でこの富山の事例を説明させていただきますと、富山市では平成27年度にこの写真部がスタートをしまして、現在133名の会員になるということです。次お願いします。その写真部の部活動の様子ということでございますが、実際月に1回の座学をやったり、撮影のワークショップをやったり、あとは実際に撮影をしてみんなでそれぞれの作品を評価し合うと
というような、部活動をしているということでございます。次お願いします。その、活動によって生まれた写真もっと大きくできるといいんですが、例えばこれは夕焼けの写真であったり、旅行の写真であったり、美術館の写真であったり、いろんな施設の写真ということで、まあ、俗に言うインスタ映えに載せるようなそういった写真が、こう作品が出来上がっているかなというふうに思います。次お願いします。実際これらの作品につきましては、これインスタグラムの方に、主に多いんですが、インスタグラムの専用ページの方に掲載して、福山の場合だと今、1000名を超える方がフォローしているような状況にあるということでございます。次お願いします。またインスタグラムの他にもですね、公式のフェイスブックもございまして、このフェイスブックを、媒介にして、こういった活動を部員間のコミュニティ交流の助けというような形でも活用しているということでございます。次お願いします。またこういった写真でございますので、フリーペーパーへの展開ということで、実はこの、CMS さんの方では、関東近郊のカメラ屋さんの方にで発行するフリーペーパーに、こういった写真等を掲載していただけるということで、それによって県外の写真愛好家であったり、地元目線のいろんな写真を県外にこうお届けできるというような仕組みになっております。次お願いします。また、作品を、作ることで、写真フェスであったり、ポスター活用だとか、の、活動も広がりを、見せているということでございます。こうした事例を踏まえまして、利用者の知見を生かしながら情報発信のモチベーションを高めていくということでやっていきたいというふうに考えております。なお先ほど市長から説明をしていただきましたが、スタートとなる SNS 発信のセミナーを8月26日に開催するということで、今後観光協会の方と連携をしながら、こういった情報発信を積極的に進めてまいりたいと考えております。以上でございます。もう常に皆様の方がお詳しいと思いますが、どちらもどちらかというと、スタートアップ、特にクラウドファンディングのですね、スタートアップした企業さんがスタートアップを支援していると、こんな感じでございます。それから CMS さんもですね、若手の富山の生まれの方で、独立してですね、こうしたビジネスを始められて、だからスタートアップによるスタートアップ支援と申しましょうか、そういう形かなと、そんな感想を持った次第でございます。ではそれじゃあもう最後に渡辺課長いいですか。もう一つ、先ほど追加させていただきました AI で市の手続きをスマホで市民の皆様に提供したいということのイメージを今画面で見ていただきたいと思います。データ全部システム全部作ってくれたみたいですから機械屋の方が悪いんですよ。あ、出ました。すいません、映りました。申し訳ございません。ではスマホアプリで、お問い合わせに AI が回答しますということで、こちら、AI を使ったサービスを、
7月27日金曜日から開始するということで、デモを行わさせていただきたいと思います。こちらはアプリケーションのマイデイズというものなんですけれども、株式会社ドコモが提供するアプリケーションになっております。でこちらを、携帯またはタブレットの方にインストールしていただきまして、すいません私の声に反応してしまいました。で、郡山市を追加していただきますと、こちらがその郡山市のトップページになっているんですが、実際どのようにその対話が行われるかというのを見ていただきたいと思います。でこちらに郡山市です、何かご用ですかというふうに書いてあります。こちらで質問をしてみたいと思います。例えば子供が生まれたときに出生届をいつまでに出せばいいかということで、そちらの質問をしてみたいと思います。出生届はいつまでに出せばいい？で回答として出生届は生まれた日を含め14日以内に届けなければなりませんというような回答がこちらに表示されております。もう一つ試しにやってみたいと思います。こんにちは、郡山市役所です。コンビニ交付はどこでできる？利用できるコンビニがセブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、サークル系、ミニストップ、イオンリテールということで、こちらに表示されています。でこの回答でよろしければ、この回答でよろしいでしょうかということで出ておりますので、はい、にしますと、ご利用ありがとうございました。ご利用ありがとうございました。でこちらは今音声で話をしての対話ということでやってみたんですが、音声でなくてもテキスト入力でも対話ができるようになっておりますので、こちらのサービスぜひご活用いただければということで考えております。以上です。はい、ありがとうございました。こうした資金移動も伴う、あるいは、かなり資金移動を伴うものもございますので、これもですね、警察庁さんが近々パブリックコメントを もう求められたのかな、オンラインでの口座開設を可能にする、ように犯罪収益移転防止法施行規則を改正されるということが今進んでおりますので、まあ、いわゆるマネーロンダリングですね、防止するというようなことも、の中でですね、こうしたことも可能になるようでございますので、いろいろ手続き面、そしてまた社会活動に対する支援というのが、ますますこのネットを通じて可能になっていくのかなという感じをしております。今日のご紹介は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。それでは皆様からご質問をお受けしたいと思います。はじめに、今ほどご説明させていただいた質問項目について質問をお受けしたいと思います。それでは今月の管理者であります福島民友新聞社様、共同通信社様、よろしくお願いします。すみません、福島民友新聞社の佐藤です。一点ございまして、SNS フォトプロジェクトの件なんですけども、説明した通り、こう市民がフォトジャーナリストとなってもらって、まあ、市の魅力とかを発信してもらうという取り組みだと思うんですけども、こう期待される効果とかですね、まあ、そういったことがもしあればちょっと教えていただきたいと思います。あともう一点は、このクラウドファンディングの件なんですけども、まあ、私も理解不足でちょっと申し訳ないんですが、今回のこのレディフォースさん
プロジェクトの実行者とレディーポーさんとはちょっと別なのかどうか、ちょっとそこら辺がちょっと分かんなくて、そこら辺ちょっと教えていただきたいと思います。電車の方はですね、やはりあの、先ほどありました市民の皆さんと、それからまあアドバイザーの方ですね、これそんなにいい風景だったのというようなことがありましたけど、ですから、まあ、ルネッサンスがありませんけども、郡山市 再発見と、でそれをあの多くの方々に見ていただいてですね、あそうだったのか、そんなに価値があったのかと、あるいは我々からすると面白いと思ったけど、他市の方、他県の方、あるいは外国の方からするとあんまり興味なかったんだなとか、ね、そういう、まあ、なんて言うんでしょうか、いろいろ多角的にあの自分の町の姿をあのレビューできる一つのチャンスになるかなと、でどんどんあの今までのものばかりじゃなくてですね、新しくスタートするものについてもどんどん紹介いただきますと、まあ、結果としてですね、ものによっては先ほどクラウドファンディングの方にね、つながるような効果もあるのかなと思っております。2番目の質問については、はい、藤橋さんお願いします。はい、あのプロジェクトの実行者と、もっと前に来てくれ、あ、こっち来て、はい、プロジェクトの実行者とレディ法のこの位置づけですが、プロジェクトの実行者というのは、個人であったり企業であったり団体で、それぞれ商業をこれからしようとする方、あるいはイベントをこれから開催しようと、それに対して資金を調達しようとする方がプロジェクトの実行者です。でレディフォーというのは、このプロジェクトの実行者に対して説明をしたり相談を受けたり、実際に特設サイトの、掲載についてあの、いろいろお話を伺って特設サイトを作ったりということで、支援する側、市から委託をしておりますが、支援する側の企業がレディフォーという企業になっておりまして、こちらがあの本当に全国でも実績がナンバーワンというような、企業となっております。以上です。よろしいでしょうか。お願いします。その個人とか企業、実行する個人とか企業 その募集とか募集期間とかっていうのもあるんですか。あ、はい、スケジュール、あの市場をお配りしております、市場にあるんですが、その大体の予定を載せてあるんですが、まず、プロジェクトの募集につきましては、この市場の、下のところのスケジュールのところで、8月の終わりぐらいからプロジェクトの募集を、行います。で、その後に募集したプロジェクトをこの上にありますが、特設サイトの方を開設して紹介をする。で、その紹介した内容について今度は実際の資金を、先ほどあのカード決済でというふうにお話ししましたけれども、そういった形で資金を募集するということで、大体大まかなんですが、この矢印に書いてあるような期間でこれからあの進めていこうということで、あの詳細な何月何日ということまではまだ決めておりませんが、こういったスケジュールで大雑把ですが進めていこうということで考えています。よろしいでしょうか。ありがとうございます。これもまあ逆転とまでいきませんけれども、今まではですね、出資してもらいたい人が金融機関もあったり、あるいは場合によってはこうファイトナイトっていうんでしょうか、スタートアップする企業に出資したい方々の集団でね、あの数社が集まって一人一人、出資を求める方が説明会をるとかね、そういうスタイルでしたね。今度は 逆になったということでしょうか。むしろ出資する側が誰に出資しようかと、出資する側、融資する側が能動的にその出資先を探していくという、今までは誰に出資してもらおうかといって出資受ける方がこう探したわけですが、今度は出資する側が誰に出資しようかというような関係に、このクラウドファンディングというのは今までの出資を募るスタイルからしますと変わってきたのかなと。今まではこう上場しましてね、初めて、出資するかとかありましたけども、これからはむしろ、出資する側が どの人を選ぶかと、どの会社を選ぶかというふうに変わったと、
だんだんと出資する側、あるいは出資を受ける側の立場がですね、まあ、イコールフッティングに近づいてきているのかなというふうにも理解することができるんじゃないかと思っております。はい、よろしくお願いしますか。幹事長様、よろしいですか。じゃあ、他社の皆様、いかがでしょうか。クラウドファンディングの関連で、まあ、郡山市行政が、まあ、関わるところのメリットっていうと、まず一つにはご説明あったように、まあ、手数料サービス、まあ、17% を負担いただけるっていうことになるわけですよね。それ以外の行政がこういうここにところに関わるメリットっていうのをですね、品川市長としてはどういうふうにお考えになっておられるでしょうか。まずはですね、ここにR の方のクラウドファンディングのところにあるんですよということを市内あるいは、広く県内の方も知っていただければと思うんですが、やはり今スタートアップをどう応援するかということでございますので、スタートアップの支援の一つとして位置づけていただければと思います。でスタートアップする企業さんですから、まあ手数料面、資金的にも多少でもですねお役に立てばと。すでに今まで信用保証協会等を通じましてね、利子補給とかやっておりますので、まあ、その特段このクラウドファンディングのために特別やるってことじゃなくて、今までのですね、産業行政の中の、まあ、一つの手法というふうに位置づけていただければと思います。これあと募集をかけて応募してこられると思うんですけど、これは応募できるのは郡山市民あるいは郡山市にある会社とか個人が対象なんでしょうか、それとも郡山市以外の方もですね、あこれやりたいんだけどって申し込んできたらどうなるんでしょうか。はい、添付させていただいております、こちら の、 2枚目の方の資料の、にあるんですが、右側の、右下のところにあります。で、プロジェクトを実施するものというのは、郡山市在住の個人または所在地が郡山市内にある法人もしくは任意団体ということになっておりまして、実際にその手数料をお得に支援するという部分については郡山市内というふうな形での限定はしていきたいと思います。ただ今連携中枢としての関係なんかもございますので、いろんな相談だとかセミナーへの参加といった部分についてはできるだけだんだん拡充していければなというふうに考えているところでございます。よろしいでしょうか。はい。で、応募してきたらですね、それ全てを受け付けて、全てをこのクラウドファンディングで採用するのか、あるいはある程度市として審査して、これだったらいいですよ、これはちょっと無理だからやめてくださいみたいな審査みたいなのはあるんでしょうか。今回ですね、レビュー法の方に委託をしましたのは、そのクラウドファンディングとしてプロジェクト実行者がこういったことをやりたいということに対してのアドバイスも含めてやっていただくことになっております。そういう面では、こういう例えば実行者が、こういう提案をしてきた、これだけではとても集まらないのというようなものについては集まるような、仕掛けをいろいろアドバイスをして、結果として、それを直接サイトに持っていくという形でできるだけ、拾っていきたいというふうに考えております。ただ手数料については、手数料の補助につきましては一応想定しているのが、今件数としてはプロジェクト10件ほどを予定しておりまして、基本としてはイベントに対しての手数料は補助は考えておりません。創業支援ですとか商品開発に関しては手数料を支援したいということですので、イベントに関してであれば、特に件数の制限はないのかなというふうに考えております。そういったいろんなアイデアをアドバイスをして、資金が集まるような仕組みにして、募集をするというような形で支援していきたいというふうに考えております。確認なんですけど、市としての審査はないっていうことで、市としての審査はないしないと、はいはい、まずはこのクラウドファンディングと知っていただくことですよね。まあほとんど知っておられると思いますけれどもね、さらにですね、実際にどういうものかといずれセミナーもやりますし、まあいうところのクラウドファンディングについての抵抗法を お手伝いすると、活用についての抵抗法を
お手伝いするという位置づけでございます。あともう一つ、オールオアナッシングなんで、あの金額達成すれば、まあ、その金額であのいろいろなあの商品開発とかスタートアップできると思うんですけど、いかなかったらもう全然ダメじゃないですか。これはもうあのレディホーさんと、手を挙げたクラウドファンディングで お金を募る人の関係ということですから、はい、関係ですね、はい、でそこの部分でいかなかった時に市として何かフォローするっていうことは特に想定はしてないっていうことでいいですよね、はいはい、ということでいいですね、はい、あの特にそこまではあのまずはそういうふうな形に作り上げていくというところなので、それが、整わない場合には難しいのかなと、その、プロジェクトそのものが難しいのかなというふうに判断されるということです。はい、よろしいですか。他にございませんか。はい、すみません、福島放送です。3点ほど質問がありますので、まずクラウドファンディングの件で2件がありまして、まず、今回この、レディフォーさんと、に委託をしてクラウドファンディングを始めるということなんですが、あのこういった自治体がですね、あのそういったクラウドファンディングなどで補助をする補助金を出すといった仕組みをされるのは県内では初なのか、そこを確認させてください。あと手数料が 17% レディフォーさんが差し引いて残りを、その受け取れるということなんですが、でその補助金の金額額についてどれほど考えてらっしゃるか、まずこのクラウドファンディングについてこの2つちょっとご質問お願いします。はい、まず第1点目が、補助あのこういった補助関係 の、 あの県内での実績ということなんですが、県あの福島県の方でこのクラウドファンディングについてはあのこれまで実施しているということがまず一つございます。あと、今回郡山市でやりますのは、公共側がやるんではなくて民間の事業者の方であったり民間の方あの個人の方そういった方々が創業支援をしたり商品開発をしたりイベントを考えるという時に支援をするということで、そういった民間に対してのクラウドファンディングの支援をするという面では県内の市町村では初になりますというのが1点目のお答えでございます。あと2点目の手数料についてなんですが、17% はそのレディフォースさんが西がもうそのプロジェクトを達成した場合は例えば100万円でやれば17万円をレディフォースさんが取るっていうイメージだったんですよね。はい、でそれにその17万円に対して郡山市が補助その17万円分の補助を全額ということなんですか。その事業者の方にお支払いすると全額補助そうですね。はい、すみません。でその想定には先ほど申し上げましたが10件程度を今プロジェクトとしては考えています。以上です。ありがとうございます。もう一つあの、AI のスマホアプリの AI の方なんですが、あの、まあ、サービスが27日から始まるということなんですが、あの、まあ、どれほどの、まあ、アプリですのでダウンロードだと思うんですが、どれほどのこうダウンロード数ですとかどれほどの方に利用してもらいたい、まあ、目標とかそういったものがあれば教えていただければと思います。こちらのサービスについては、5月の30日から、株式会社 NTT ドコモでサービスを提供しているのですが、ドコモでは3ヶ月で1000万ユーザーの利用を見込んでいるということで、発表しております。で、まあ、そのうち郡山市にお住まいの方、まあ、できるだけ多くの方に、まあ、利用していただければということで考えております。特に郡山市で何人という目標については定めてはおります。わかりました、ありがとうございます。すみません、先ほど のクラウドファンディングで追加でちょっとすみません、先ほどあの手数料の、上限ということだったんですが、基本的には全額という形になるんですが上限を設けておりまして50万円をあの上限とさせていただいております。すみません、追加でよろしいですか。他にございますか。内容ですので、項目についてのご質問を終了したいと思います。
それでは続きまして、それ以外のこと、フリーでご質問をお受けしたいと思います。まず幹事様、よろしくお願いします。先日ですね、東京オリンピックの聖火リレーが、福島県から出発されるということで発表ありましたけれども、それに伴って県内自治体の方でもルートの誘致とか進んでいる自治体もあると思うんですけども、郡山市としてはどうするのか、今の県段階のお考えを聞かせていただければと思います。今朝の各市に福島、郡山、いわきっていうなんかルートになっておりました。僕らはしてるのはその限りなんですけども、ご案内のようにこれ福島県復興のですね支援というのが大きな、広くは東日本大震災に対する復興支援ということでございますから、いわゆる普通のですね企業誘致というかイベントの誘致ということではなくて、やはり福島県全体としてどのようなプログラムになるのがいいのかということを本位に私どもは対処してまいりまして、いわゆるはオラボに来いと、あんたんとかどうでもいいとか、そういうスタンスは取りません。でその辺は全体県がバランスよくお考えになるものと思っております。そうすると現段階では、誘致は今のところは考えてないというところにしてよろしいですか。誘致という性格のものではないと私は理解しております。県全体のあるいは東日本全体の復興支援ということで今回、福島県からもスタートというお考えですから、その位置づけの中で、郡山としてお役に、それぞれどういうふうにお役に立つのがいいのかというスタンスで考えてまいります。ありがとうございます。はい、明日予定されてました小学校の水泳大会、猛暑の影響で中止というふうなご判断に至ったと聞いておりますけれども、の判断の理由といいますか、そのあたり記録的なこの猛暑と合わせまして市長のお考えといいますか聞かせていただければ。基本的には教育委員会主催の行事でございますが、賢明な判断だと思っております。もう少しこう最近の猛暑の記録的な猛暑と絡めてこのご感想で判断の経緯を教えていただきます。多分教育委員会としてはですね、子どもたちそれから保護者の皆さんの思いをすれば、それ開くに越したことはありませんけれども、目指すところはやはり子どもたちの健康とですね、さらにスポーツ精神の工場ですから、やはりこの無謀って言ったらちょっと言い過ぎかもしれませんけれども、やはり初犯の事情を考えて、やるかやらないかということで判断されたと思いますので、私としては非常につらかったと思いますけれども、やむを得ない判断だったと思っております。教育委員会から聞いておりますのは、今市長が言いました通りですが、もちろん指導するお子さんのこと、それと結構たくさん応援するご家、ご家の中にご高齢の方もいらっしゃるということを総合的に判断して、それとちょっと天気予報も踏まえてですね、やむなく中止せざるを得なかったというふうに聞いております。最近は練習長ければいいことないし、よく大谷翔平さんや羽生結弦さんじゃないですけど、よく考えてスポーツするというのが新しい。